こんばんは。あ、こんばんは。早速開けていきたいと思います、はい、住所がわからないようにちょっと住所 の紙はちょっと先に剥がさせてもらいました。ワク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 するにゃほんとね、皆さんすいませんね。なんかまさかの3連勝やったもんね。びっくりしたわ。これね、直子姉ちゃんとね買ってきたんだよ。ほんとすごい雷おこしすごいね。これ買ってあのね、こっちを出して、そうそうそう、出してみましょう。すげえよね。あ、CD 入ってた。パソコンで聴けるよ。まあ買うけど、プレイヤー。うん、それ可愛いよね。それめっちゃ可愛い。マジで。柴犬。すげえ。キナちゃん、ごめんね。買っちゃった、キナちゃん。めっちゃ触らして。めっちゃ可愛い。触り心地がいいわ。キナちゃんに悪いな。それね、つぐみが教えて、それ俺ギターにつけようかなと思って、ギターのめっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。ギターのネックにつけようかなと思って、でつぐみさんがあの届いたらくださいねとか言ったらさ、えマジでしょって。これは？それはね、あの、あげて。ウイスキー。ほら、これでまたあの二日酔いするかもしれないです、私は。ルクちゃん、皆さんありがとうございました。本当に3連勝はい、あ、お手紙後で読んでまた飾ろう。ありがとうございました。お時間がやってまいりました。今日は何作りましょうか。今日は、はい、青のり。青のり、はい、パスタ、はい、作ります。作れるの。嘘です。じゃあ作っていきましょうか。はい、レッツクッキング。オイルするお湯に塩を入れましょう。味を見てくださいね。パスタをオイルしていきます。この時にあまり沸騰させないのがポイント。大さじ4ぐらい、2人前なので大さじ4。
笑われた秘密2連続か。油と煮汁を乳化させてください。はい、あ、顔の汁入れます。初めての昔って作った昔作ってたんだ、うん、美味しかったからね。うんうん、すごい、それだ、めっちゃうまい。そんな何て言うんだろう、海苔の風味と風味と昆布のちょうどいい塩辛さとニンニクのお香りがして海の先じゃなくて帰れとにかく美味しいです。ありがとうございました。ぜひお楽しみに。チャンネル登録よろしく。